それが伝統だからです。当校に入学したからにはルールに従っていただかねばなりません。伝統は絶対絶対、規律は絶対絶対、我らがベスト、寄宿学校ベスト。強大な校舎、荘厳な礼拝堂、そして歴史ある四つの学生よ。生徒は男子のみ、高度な教育、厳しい戒律に縛られた寮生活。育つは真の身分のものだけが入学できる。手に入るは最高のステータス。ただし学費はバカみたいに高額。学園の全ては校長が決め、その決定は学園内において絶対。そして校長より学園の自治を任されているのが我絶対。